カゼルターナフットボールクラブはイタリアのカゼルタをホームタウンとするサッカークラブ。2018から19シーズンはセリエ C に所属。1908年ロブルカゼルタとして創設された。1912年に US ボルトゥルの1921年に AS アウソニア。1924年に US カゼルターナに解消した。その後、 何度もクラブ名は変更されたが、1937年に再び US カゼルターナに解消した。1993年から2005年まで FC、カゼルターナとして活動し、何度かのクラブ名の変更を経て、2011年にカゼルターナ FC に解消した。2010から11シーズンはセリエ D、ジローネアイの3位になり、プレイオフに進出したが、 一回戦でサンビアセに敗れた。2011から12シーズンはジローネエッジの4位になったが、プレーオフ一回戦でイスキアイソラベルデに0から4で敗れた。2012から13シーズンはジローネ G に所属し、プレーオフ一回戦はオステアマーレ二回戦はルーパフラスカーティ、三回戦はコゼンツァ、四回戦は マテーラ、準決勝は、トンレネアポリスに勝利した。決勝は、ビルトゥスウェコンプベローナに1-3で敗れたが、レガプロセコンダディビジオーネに昇格した。2013から14シーズンは、レガプロセコンダのジローネ B で、メッシーナに次ぐ2位に入り、レガプロに昇格した。最終節のトゥットクオイオに敗れたことで、メッシーナに並ばれ、両チーム間の対戦成績により優勝を逃した。 ありがとうございます。